2008年、ドミトリー・オレゴビチロジ人は、ロシアの政治家、実業家、元ロシア連邦政府副首相。かつて、ロシア連邦議会会員国家会議に議席を持っていた、愛国主義政党祖国の指導者。最も率直なロシアの民族主義、愛国主義者の一人である。祖国自体は、左翼のポピュリズムの方向に移行し、その後、公正。 ロシアに合流した。ロゴー人は、ソビエト連邦の著名な軍事シアの家庭に生まれた。1986年モスクワ大学を卒業し、ジャーナリズムの学位を取る。1988年、マルクス・レーニン主義大学で経済学を学び、1996年哲学博士号を取得する。1993年、ユーリスココフ。 アレクサンドル・レベジの中道右派、愛国主義を標榜した、新党、ロシア人共同体会議に入党し、党の幹部となる。1997年会員国家会議選挙に、ボロネジ選挙区から立候補し、当選する。当選後は、旧ソ連の各共和国に点在するロシア人の権利要望をこわだかに主張した。2003年民族愛国運動隊、祖国を結成し、 指導者となる。2003年の下院選挙では9.2%の得票率で37議席を獲得した。その後、民族主義政党偉大なるロシアの発起人となる。2011年12月23日、ドミートリー・メドベージェフ大統領により、ロシア副首相に抜擢される。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣でも副首相に、 再任された。2018年5月、国営企業ロスコスモスの CEO に就任。ありがとうございます。